なんかでもこの長くて短い人生の中で、ひょんなことで僕のこの音楽を、きっかけにこうやって出会ったっていうことっていうのはやっぱもう一つの奇跡だし、生まれ変わっても同じ出会いがあるとも限らないし、やっぱすごくこう、うん、宝物ですよね。だからやっぱこれは大事にしていきたいなっていう思いも込めて、やっぱり永遠の一期一会という思いはこの30周年イヤーの中で僕を支えてくれた言葉でもありますよね。まあ逆に言ったらこういう時じゃないともうやれないしね、みんなも聞きたいだろうから、やっちゃえって感じかな。特にまこっちゃんが参加してくれたのは大きかったしね。まあ懐かしいよね。だっていろんな思い出を共にした仲間ですから。だからまあ今回は僕の誕生日だから懐かしい曲まこっちゃん一緒にやろうよっていうふうに誘ったというよりは、やっぱ311以降まこちゃんの故郷である福島、僕はまこちゃんの福島弁バンドの時からとってもチャーミングで、とってもユーモアラスで、時には笑っちゃうんだけどすごくあったかくて、やっぱ福島って言ったらまこちゃんというイメージがあってね。でああいう事故があってからまこちゃんはずっと故郷のために、いろんなことでこう頑張っているのを僕はツイッターやいろんなところで拝見してましたから、なんか力になりたいなと思ったし、いやまこちゃんが僕のステージに出てきてくれるおかげで、やっぱなんか一つ、埼玉から全国へ、埼玉から福島へなんかエールが送れるんじゃないかなっていう思いもあったんですよね。
っぱその50歳の誕生日、そして30周年ファイナルのコンサートのタイトルには We are Dreamer っていう、俺たちは夢を追い人なんだ、まあイコール Forever Dreaming、 ずっと夢を見ようぜっていう言葉タイトルにしたというのは、それはやっぱ僕自身の思いであって、やっぱ僕はずっとやっぱ夢を追いかけてる男でいたいなと思うしね、今までいろんなものを叶えてきて夢のようなその出会いもあったし、もちろん諦めたこともたくさんあるし、挫折したこともあるし、ね、こうなんていうの、消えてしまったものもあるし、ただなんかやっぱ夢を見るというのはね、こう50になってもその言葉が好き、夢を見るっていう言葉が好きっていうのは嬉しいことだしさ、逆に言ったら夢がなかったらあまりにも厳しい時代じゃないです か、うん、だから次の夢っていうのは何でしょうね、まあ、とにかく世界へっていうのはもう変わらず僕の永遠の夢だから、最後は絶対そこに行きますけど。